こっちにはツイッターの方に何日目を書かなきゃ。そしたら食べられる、急げ。今日が30だっけ。30だね。天智の飛行機です。あ、天智じゃなかった、間違った、梅雨だった。そうね、確かに雷とか嫌じゃない。病院からもらった薬、いや全然全然、普通に私のチョコラ BB と、あともう一個なんだっけ、マツキヨで買ったビタミンのお薬ビタミン C とかのお薬が映っちゃっただけです。でもアップにして隠しました。ってことでいただきます。やったー、ちゃんと食べるよ。あ、やばい、もうちょっと若干ソースを吸っちゃった。私がこんないろんな作業してる間にショック。出来たてなんだ。でも結構今できたの、できたから始めたんですよ今日はね。ちょっと作る途中ちょっと見せるのがめんどくさくて先に作っちゃいました。食べてから配信しようか迷ってください。食べてからやると大体私眠くなっちゃうからさ。上手、美味しいですね。なんかさ、たまにさ、こうなんか自分で作った料理が美味しくないっていう人いるじゃないですか。あんま私分かんないんだよねその気持ち。大体美味しい。そう、この木のフォークとスプーンはね、フライパンでそのまま食べる時があるから、その時のためにファンの人が送ってくれた、傷つけないようにって。うん、コメントのメガネスタイルで思い出した。私のさ、スタコレのさ、今回のその東京の県なんていうの、善悪の剣の時にさ、ついてくるカードあるじゃないですか。あれさ、どんなだった。私なんか、私ね、あれなんか自分で小道具選んで取っていいですよって言われたんですよ。だから1個目はなんかスポーツっぽいやつやって、もう1個はちょっとメガネかけたやつにしたんですよ。多分みんな1種類しかないと思うんですけど、かもしくは私みたいになんか遊んで2種類取った人もいるかもしれないけど、センサーラーメガネでした。天才って書いてノート持ってた。そうだから、どっち使われたんだろうと思って。ずっと気になってたんだよねそれ。とりあえずじゃあメガネ、天才と鉛筆持ってた。じゃあ SSR はあれか、メガネか。じゃあスポーツの方が使われなかったのか。その天才の方は1枚だけオフショット撮ってるんだけど、そう、でももう1個の方撮ってなかったから、ガチャの顔の当たりカードなんか、それ分かんないんだよね私。何、当たりカードがあるっていうのは知ってるんだけど、何の写真に使われてるか全然わかんないの。パートがあったっけ。何も持ってない制服バージョンってこと。
それも取った気がするな。うん、普通にカードね。別にあれか、下これとは関係なくってこと。はい、たち楽しかったです。そうでしょ、私意外と優しいんだからコメントに書かれてたもん。栗山さん怖いと思ってたけど意外と優しいんですねって。だから優しいんだって。みんな愛ピピちゃんの、うん、そう、びっくりした昨日さ、ハイタッチの時なんか見たことある女の人来たなと思って、そしてなんか愛ピピですみたいな、この前の取りに行ったのって言われた。おーおおみたいな、ええー、みたいな、来てくれたんだと思って、わざわざびっくりしちゃった。でもわざわざちゃんと私の連も来てくれたんだと思って。天が大きいブリネちゃん来たかった。来なかったやつの言い訳なんて聞いてねえよ来なかったやつの言い訳なんて聞いてねえから。取りに行ったやつ少し立ち直ってきます。本当でもなんかね、レゾドのあの屋根がなんか工事するかってか一旦とりあえず開けないんでしょ。あ、まあ、じゃあ閉じれないんでしょ。やばいね、雨の日水着で行きますみたいな人いたから私も水着で行ってろかな。うん、うまい。私多分 ASMR とかの動画撮ったら噛む回数少なすぎって怒られるんだろうな、コメントで。メインの2階で見たら、でも2階なんてさちょっと遠くない？この前さ天皇杯の時にさ S の指定で見ちゃったからさ、あの距離で見ちゃうとさもうあの距離しか見たくなくなっちゃうよね、もはや。おまけ的な、もうね渋みだからな。私は割とフレンドリーに話すタイプですからね。めちゃくちゃ緊張して、あ、来てくれたんだ、ありがとね。あの昨日配信で言った乃木坂かと思うぐらい褒めてくれた子ですね。ありがとう、本当に私乃木坂かと思っちゃった自分のこと。アクセルハイタッチの、ハイタッチでもなんか楽しいね、シンプルに。なんかこう緊張もしすぎず、なんかフランク、私のなんていうの、このファンの人との距離感に合ってるハイタッチって。なんか握手ってさ、なんかこう王道アイドルな子がさするとなんかめっちゃあれなんだけど、私はなんかハイタッチの方がそのファンの人との関係性的に合ってる気がする。よろしくねみたいな、これからもみたいな。そうね、スリッパがキュキュってそうっていう、なんか私は勝手にそう感じた。なんか別になんていうの、そのしかもそのこうパンハイタッチなんていうの、そのレーンで私だけじゃないまとめ出しじゃない方の感じっていうよりは普通にこうまとめ出し
のこう喋って最後にハイタッチしてバイバイってするスタイルが私は結構好きだなっていうのを思った。そう、全然そのレーンが嫌とかじゃなくてシンプルにその今後の握手会のスタイルとして私はハイタッチっていいなって思った。こう復活するとしても握手がどうなるか分かんないけど、だとしてもハイタッチっていうのが今回なんかちょっと良かったなと思った。面白い印象に残る人いましたか？沼さんからのサインを首から下げてて沼さんと同じ髪型をしてた人同じ髪型ではないんだけど沼さんよりはあるんだけど、沼さんの持ってきてたから、わ同じ髪型じゃんって言った。このルームにもよくいます。待って、巻きすぎた、これは入らん口最後まで ね、 ね、そうね。でもさ、おもろいことにさ、そう最後までごめん、この後も間に合わないから帰るねって言った人と同じ県の人がその後すぐ来て、間に合わないから帰るねって言って、この人たち一緒に帰るのかなと思ったけど多分違うっぽいね。どうなの、一緒に帰ったのかな、めっちゃ気になる。そこおもろいぐらいいいタイミングで2人とも来たからさ、一緒に帰るのかなとか思っちゃった。やばい、切れない、これは麺が。後ろの壁にぶつかった人めちゃくちゃいた。いっぱいみんなぶつかってた後ろの壁。あるあるだなって思いながら見てた。だって別にハイタッチ会じゃなくてもぶつかるじゃんみんな。夕飯食べたね、パスタ食べたくなった。いいじゃん食べな。私今日帰ってきてお家にミネストローネ一杯まず食べて、その後納豆かけご飯と味噌汁、朝げの味噌汁飲んで、その後ちょっとしてもう一回ミネストローネ食べて、今これ食べてる。初見です、ありがとうございます。なちゃんの眼角のおかげでさやちゃん生誕、おお、よかった。それは私の眼角が効いたみたいで、私もさやさんの生誕祭が出るので来る方よろしくお願いいたします。名古屋のチーカラメさん、そうめっちゃ行きたいんだよそれ。冷やし中華始まるんでしょ。冷やし中華どんぶりか、マジ買ってきて、それはめっちゃ嬉しい。食欲、そうね、なんか逆に食欲ありすぎて困ってる今。チーカワのラーメン屋さんっていうか、なんかさ、チーカワレストランみたいなやつじゃん、あれのそのラーメンローっていうのが出てくるじゃん、チーカーが出てくるのよ、あの二郎系よ、チーカーの世界の二郎系ラーメンローっていうのが出てくるんだけど、あ、そう、チーカー飯店みたいな、それだ。そう、それもあのメニューとして出たみたいな感じかな。麺をぐるぐるした奥で出せました、うちらのおかげだね、よかったじゃん。待って、ほら見て、むくみすぎ顔が。ミニデビュー、ゴール裏デビュー、乾杯で。ちょっとそれ思った、負けたって来てたからさ、その佐賀サポさんに、あらあらあらって思う。てかさ、ユニフォームめっちゃ買おうと迷った結果さ、あの大体さ、あれ 3,4 週間かかるじゃないですか、ネームとか入れるってなると。そしたらファン感間に合わなくねってなって結局買わなかった。悔しい。
ラスのチケット取った。マジ行きたいんだよね。ってかさ、あのなんかカウントダウン TV でさ、今日なんかさ、あの7月13日にさ、なんかダンス対決あるみたいな。そうで、それで最初ダンス対決って知らなくて、48グループ全員出れますみたいな。出れるのかな、わあでもバケツとかすんのかな、わあでもどうなんだろう、選ばなかったら悲しいなとか思ってたの。でもよく見たらさ、ダンス対決って書いてて、あ出ねえわと思って自分でちょっと悲しくなったけど、あ全然出ないわ、ダンス対決はそれ私無理だわって思って、あの持ち直しました、気持ちが。今度行った初上陸、大分のスポット何がしたいかによるよね。ゆっくり観光したいのか、こうアクティブに観光したいのか。参加衣装ある、何の衣装になるんだろうね、分かんない、全く何も聞いてないんだよ。ワンちゃんいつもみたいに私服になりそうな気がする。私服とゲストユニ、この前のあれになりそうな私は感じがしてる。私さ、今日汚い話さ、なんか配信の後すぐ寝落ちしちゃって、それで朝パッて起きたの。そしたら集合時間の15分前で、え待って終わったと思って、何の用もしてないの。だから私って普段からあの左泊まった時とかってこうもう使い終わったものとか今後使わないものとかは全部あのバッグの中に片付けるってことやってんのよ、基本的にね。だから私次の日着る服、なんか今日着て帰ってきた服もハンガーにかけてたの。だからもう急いでその全てのものをブワーってかき集めてバッグの中に入れて、で、まあ、これはちょっと よくないというか、いいことなんだけど、あの裏目に出たのが、あの私お風呂場のさ、大体コップって2つあるじゃん、1つの部屋に1人部屋だろうが2人部屋だろうが2つあるじゃん。だから片方にあのホテルのさ歯ブラシとかを立てて、使い捨てとかの2本とか立てて、その中にこうメイク落とし用のまつげのやつとか入れてとか、なんかその本当に家みたいに使いやすいように私来た瞬間するのよ、ホテルを。そのせいだから、それを片付けるのに手間取ったりとかしたけど、ブワーって急いで着替えて、あの荷物詰めても下に降りたら間に合ったんですよ、5分前ぐらいに。むしろ全然結構間に合ったから、もう急いでその車両の中でまつげ落とすやつ塗って、メイク落としシート持ってたから、メイク落としシートでこうやって落として、だからお風呂入れなかったのと、今入ってるんだけども、入ってなくて帰った。でも歯磨きとあの顔はどうしてもらいたくて、だって顔ってメイクやったまま寝ちゃってたから、だからそこでメイク落としシート落としたとはいえじゃん。だからそう、あの空港であの本当に端っこの方の誰もいないお手洗いに駆け込んで、本当に誰もいなかったの、マジで本当おもろいぐらい誰もいなかったんだけど、多分時間もいい感じだったんだけど、忘れ物してない。そう、もう端っこの方の手洗い書き込んで、ちょっと歯磨きバーってやって、人が来ないか確認しながらバーって歯磨きやって、であのハンカチ持ってたし、ちゃんとだからあの洗顔もちょっとバーってやって、周り濡れたの全部ティッシュで拭いてで洗顔と歯磨きだけ終わらせた。そう、結構今日早かったんですよ。だからもう本当に誰もいなそうな、そうもう本当に端っこの方のめっちゃ端っこの本当にえいるみたいな人。そう、今日乗ったあの保安検査場が割と端っこの方だったのもあるんだけど、そのさらにもうちょい端まで行って、そう急いで全部顔を洗うのと歯磨きだけ終わらせて、であのコンビニあったから、空港内コンビニでマスク買って、マスクつけて帰ってきた。そう、でもさ本当にマジで本当にもうびっくりするぐらい急いだ。
忘れ物はない。ちゃんとカラコンも持って帰ってきたし。ジュニアのタッチ楽しかった。よかったです。ありがとう。めっちゃクレード取ってない。だって一人でも走ったんだもん、急いで。しかも今回キャリーじゃなくて大きいバッグに入れてたの。みんなキャリーだったんだけど、2泊3日だから私はもう2泊でしょみたいな。じゃああんま荷物なくねと思ってでっかいバッグに頑張って詰め込んでいったの。いたからもう保安検査のとこまでもう手荷物預けたりとかせずに走っていって、誰よりも早く保安検査場に入って洗顔と歯磨きしに行った。朝チョコハンパンもコンビニで買った。青白たけさん、合唱猫ありがとうございます。さ、預けたらさ、なんか待たなきゃいけないじゃん。あれが嫌なんだよ。でもみんな預けるっていうか、運動とかとりのも預けようってようなんだけど、石弱いから。観光したいけど来ます。わかんない。いいんじゃない。お仕事とかに影響なくちゃんと帰ってこれるならいいんじゃない。ただ私は空港までの行き方が基本的にわかんないので、一回リノと一緒になんか東京の中央付近から空港まで来たけど、それリノが教えてくれたからいいんだけど。一人だとどこに行ったら空港があるのかわかんないじゃん。福岡なんてもう地下鉄乗っちゃえばいいけどさ、私の記憶ではなんか地下鉄乗ってその後なんかすごいなんかかっこいい乗り物に乗って空港に到着した覚えがあるの。いやそんなん乗り切らんからさ、2個も。だってさ、福岡便利すぎない？空港前だってさ、博多から5分だよ、地下鉄で。意味わかんないでしょ、1本で。やばい、お腹いっぱいになってきて。ベーコンしか食べれない。ごちそうさまでした。うん。モノレールだ。リノはそう、東京の人なので。詳しいんですよ。えいかさん、ハートありがとうございます。でも大分空港は大体バスじゃん。だからさ、マジで本当にもう分かんないからさ、東京で一人でさ空港行けないんだよ。で最後ここに集合してみんなで空港行きましょうねなら多分行けると思うんだけど、空港で最後集合しましょうって言われたら無理ですってなる。お久しぶりです。10月からね。でも10月か、私もちょっと乗ってたいな。なんかそれの開会式みたいなのに出たいな。お腹いっぱいすぎる。寝る。かわいいよね、綺麗な青。水色だと思ったら青だった。でも紫に見えるってたまに言われる。方向音痴ではないんだけど、その代わりこう1個予定が狂うとちょっと慌てちゃうんだよね、知らない場所とかだと。別にただ家にいてここに行こうと思ってたのに急に休みになっちゃったとか、別にそんぐらいなら大丈夫なんだけど、知らない土地で、あんまり詳しくない土地で、例えばこう何時何分のこれに乗って、ここ何時何分のここの駅で降りてこれに乗り換えてみたいなのが分かんなくなると、その後のリカバリーができないんで、もう一回全部計算し直さなきゃいけなくなっちゃうの、頭の中で。あ、どうしよう、この3分これ乗り換えこれミスったなみたいな。じゃあこれ行きに乗ったらいいんだろうな。じゃあ次のやつが間に合うのかなみたいな。
あとなんかなんだっけ、あそうそう、あのなんか福岡とかだったらさ、急行と特急と普通ってどこに大体 何がどこに止まるかなんとなく把握してんじゃん。あの天神から例えば西鉄電車乗ります、役員は全部止まるなとかさ、役員大橋は絶対に全部止まるけどみたいな、特急はどこどこしか止まんないとかさ、なんとなくわかるじゃないですか。でもさ知らない土地ってわかんないじゃん。その何々行きって書いてるやつじゃないとそこの駅に止まらないんじゃないかとか思っちゃうんだよね。一人旅だとそれをギリギリ行く、いやー怖いよー。だからもうちゃんとこう計算できるやつじゃないと、そう止まるか止まらないかが分かんないから怖いんだよ。ソニックの停車駅も把握して、ソニックたまになんかえここどこみたいなとこ止まるからさいやあんまり聞いたことないようなさ、あの自分がこういっ多分降りたことはないだろう駅とかにさ、こう止まり止まるとさ、あこれソニックだよねってなるときはある。てんてこちゃんラッパサックスありがとうございます。あとさ東京の乗り換えマジで分かんない、どこに行ったらいいか全然分かんない。 X で聞いてもらったら、いやそうなんだけど聞いたらさ自分の現在地が分かっちゃうじゃんそうマジで思わない。たまにソニック乗ってさ、このソニックはこれ止まるの知ってるとかあるけど、ソニックでもさ2個あんのよ。2時間半かかるやつ、2時間9分ぐらいで着くやつが確かあんのよ。そうだから多分その長い方に乗っちゃうと、うんここどこだみたいな、そうあんのよ私の中ではあるの。えここえこれえソニックえソニックみたいな。しかもソニック結構乗ったことあるからさ、だからこそさ多分寝てて多分聞いてなかっただけなんだよ今まで。でもたまたま起きたりして、え何えこんな駅えあった本当に、えこれソニックソニックって思いながらこうやってめちゃ見る携帯大丈夫って思いながら、いつも何分ぐらい配信するの、まあできれば1時間はしたいなと思ってます。ただ眠い時はすぐ終わります。ではねソニック2種類あるよね。なるべく短い方に乗りたいから短い方を選択しますけど、でも本当にどこここみたいななるからちょっと怖いんだよ。まあでも、まあ、ソニックっていうか、まあ、最終的に大分にたどり着けばなんとかなるって思ってるから。タイの空港に乗り継ぎ迷ったの結構焦った。いや怖いな、海外とかもっと怖いじゃん。日本だったらまあ最悪なんとかなるじゃん。最悪さもタクシーとか乗っちゃえばさ、めちゃくちゃ高くてもさ、まあなんとかなるじゃん。ってなってくると怖いな。私ソニックで酔ったことないんだよ。そうね、時刻表買ってみるのもいいかもね。エズの屋根が閉まらなくなっても関西行きますか。あ、別にそこはもう気にしてないかも。なんかカッパとか買おうかな。そうね、降りなきゃそう着くからっていう私も考えで、もうまあいっかって思いながらなんとかして、なんとかなるやろみたいな。私ソニック読まないんだよね全然。いつもメイクとかしてるからかな。そう、あの横に人が座ってなくての時は結構私ソニックでメイクしてることが、あの粉とかはすごいもうパンパンしたらさ、こうファサファサってなっちゃうから、さすがにちょっとこうやってゆっくりこうやって当てますけど、でもうん、でも基本酔わないかな。そっちに集中してるからかな。あ、そうそう、小倉でね座席を反対にするのがちょっと大変なんだよね。でもなんかこの前おすすめになんか全然知らない人が投稿してたツイート流れてきて、なんかそのどこどこの電車はこう自動でこう切り替わるんだよみたいな、ソニックもこれにしてくれよみたいな書いてるの見て、わいいなって思ったんですけど、よく考えたらあれさ座ってるじゃん普通さ、あれでも一回どかないとさ巻き込まれちゃうよなと思って、そうだから危ないなとか思って。どうなんだろう、あれ危なくないの、巻き込まれない、勝手に座っててもやっぱ危ないよね。だから私さ充電器とかさ挿してるからさ、一回さこう引っこ抜かないとさ危ないじゃん。
ぐるぐる巻きになるじゃん。みんな降りてから自動で回転するの。やだ恥ずかしい。それ起こされるってことでしょ。バスは酔う。あ、バスっていうか西鉄のバスとか言わないけど、こう高速バスとか酔うかな。あとタクシーも酔う。終点着いたらみんな、あれは終点なんだ。さすがにあれか、その小倉とかじゃないんだ。小倉みたいな感じの途中ではないんだ。新幹線の自動でもある。そっか、まあでもその終点だったら確かにみんな降りるからいいけど、そうじゃないと怖いわね。天神から降りたの行き方はソニック。天神からじゃないね、大分。ソニック乗りたいなら博多からだね。天神からはバス、高速バスじゃない、行くとしたら。飛行機と新幹線、私新幹線の方が好きです。飛行機が基本的に怖くて苦手なので。マスター美味しかったよ。でもお腹いっぱいちょっと残ってる、タクシー本当に最近酔うんだよね。めっちゃ弱いタクシーに。飛行機の飛び立つ瞬間が好き。私飛び立つ瞬間が嫌いすぎるんだけど、なんかもう、あ、今地面から離れちゃったみたいな。あとその着陸の時にさ、こうなんていうの、こう着陸の時にスピードめっちゃ速い時怖い。いやこれオーバーランしないよねって思いながら、しないだろうけど、絶対しないんだけど、しないんだけど、なんか速い、めっちゃさスーッって言ってる時あるじゃん。降りた瞬間さ、ガタンってなってスーッって言ってる時、あ、怖い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 って思いながら、本当に止まるよねこれと思って。そのための滑走路なんですけど、東京から博多5時間耐えれる。まあ寝るからね、多分耐えれる。怖くない？そう、ブレーキかけてるんだけど、逆噴射もしてるんだけど、でも怖いじゃん。そう、飛行機の動画見すぎて、なんか逆噴射とかさ、オーバーランとか、なんかちょっとだけ言葉を覚えたっていう。ドンって衝撃あった方がうまいパイロット。そうなの、怖すぎ。本当にそれ、本当に。まあでも嘘なわけないか。Gがかかるの苦手だわ本当に。めっちゃ顔ブスなんだろうなって思う。メンバーと移動の時も基本寝てる感じ。うん、まあそうだね、全然全然寝ちゃう。なんて衝撃するのはオーバーラン避けるためだし。あ、だからまあそれでちょっとあれか、ブレーキ代わりにちょっとドンっていうのがあるのか。部屋に帰ってきた部屋が暑かった。もうそりゃそうだろうな。もうなんていうの、もうね、風とかでさ、たまに飛行機揺れるじゃん。もう怖いよね本当に。もううわーってなる。確認したい資料あるときにタクシーで運転手めちゃ話しかけた。どうしてる？いい感じに話を終わらせるような返事をして携帯をあからさまに見る。今日は天気がいいですねとか、ね、ああそうですねみたいな、まあ、暑いですねちょっとめっちゃ見る、まあ、多分暑いですねって言うと多分話しかけてくると思うんだけど、さらにたまに申し訳ないけど聞こえてないふりをする時がある本当に。だからその日のユニット、やばいこのユニットもやるんだった、確認忘れてた、やばいとかいう時とかに申し訳ないけど、すごい無視をする時がある。ごめんなと思うけど。なんとか届けに来たよ。あら、タワーを送れたの。
デンブルさんありがとうございます。猫ありがとう。かわいい、この猫マジかわいい。タクシーの運転さ、あの人とかほんとさ、何回ブレーキ踏むんってくれさ、ガタン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 止まるみたいな、おーってなるときある。あ、これ酔うなって思う、乗った瞬間、乗った瞬間とかそれされた瞬間、あー終わったーってなる。酔いますねーこれって。でも基本は話しますけどね。とかもう寝る、完全に寝たふり。雨の時にさ、こうタクシーで酔った場合ってさ、窓開けられないからしんどいんだよね。タクシーの匂いはね、たまにね、おっとこれはちょっとしんどいぞ。この前さ、公園の前に乗った時にさ、タクシー一人で乗ったんだけど、その時はさ、たまたま、そしたらさ、もうね、びっくりするぐらいタバコの匂いで、えみたいな、本当に乗った瞬間、あ、待ってこれやばいなみたいな。で、雨だったから外開けらんなくて、本当にびっくりするぐらいね、タバコだったの。タバコめっちゃ吸った人は乗せたのかって思ったけど、いや、この濃さは多分吸ってたの、この運転手さんみたいな。吸うのがダメなことじゃないんだけど、あまりにも本当にタバコすぎて、そのうちパパが前吸ってたから、別にそのタバコの匂いもう嗅いだことないですみたいな人じゃないからまだ良かったんだけど、本当にびっくりするぐらいタバコの匂いすぎて、うーってなりました。そう、パパ最近は多分吸ってないはずだから、多分、いや、わかんない。でも本当に多分あれは絶対タバコだと思う。だ、そのタバコの匂い知ってるから、私は。おじいちゃんも吸ってるから、だからタバコの匂いは私知ってるよ。その吸うのがダメじゃないんですけど、ただその雨の日とかだとさ、窓開けられないからちょっとしんどかったなっていう、びっくりしちゃった、マジで。そのちゃんと規定に乗ってて吸ってもらえれば別にそこは構わないの、勝手に吸いなって感じだけど、本当にびっくりしちゃった。新幹線でねちゃん通路側にいて、後輩ちゃんが窓側にいる場面ってあったりするんですか？今回の行き帰りはどっちも私通路側で、一個内側の真ん中席に後輩がいました。行きはリンリン、帰りはザワでした。別にでも私最近通路側が大好きなの。もうできるだけ通路側で前の方に座りたいの。の方が早く飛行機から出れるから。後輩からザワさんって呼ばれてるのが、ザワさんって呼ばれてるのかわいいね。ミユさんじゃないんだね、ミユさんって呼ばれそうだけどね。昔はもう窓側大好きみたいだったの。窓側も大好き。え、地震来たの？どこで？そう、今までは窓側大好きだったんだけど、ちょっと今本当にもう通路が大好き。座席変えるときは勝手に通路に変えるもん。ダメじゃないかな、変えて。関東？え、みんな関東の人多いよね、このルーム。気づいた？揺れたって言ってる人いるけど、ちょっと、え？ちょっと揺れた。ちょっとでよかった。逆に気づかないぐらいのちょっとでよかったよ。君にハートうるさかったぜってことね。うるさいよ。
最近関東でしょ多いよね。なんか配信しててよく聞くもん。最大震度に、うん、じゃあそんなに強くはないですね。ね、今年マジで多いよね。髪の毛乾かしてもいい？寒いんだちょっと。よいしょ。今日はサメです。シャーク。乾かすって言っても割と乾いちゃってんだけど。なきちゃんはロキちゃんに続いてクリナさんとか言って、どうなんだろう。なんて呼ばれてるんだろう。クリナさんかな。でもクリナさんって呼んでほしいな。このドライヤーはショールームのイベントでファンの人に頑張ってもらったやつです。はい、なので自分で買ってないけど、まあ、値段は知ってます。みんなありがとう。だから自分で買ってはないです。みんなが買ってくれました。ハンちゃんのストーリーの質問返し、話しやすい先生、クリナさん入った。やった、ありがとう。いい子だな。まあでもいいことなんですけど、あれだよね、話しやすいとかお姉ちゃんみたいになったおかげでさ、後輩のさ、こう憧れる先輩でな、じゃなくなったんだよね。憧れからは離れちゃったんだよ。まあでもいいことですよね。そんだけまあ話しやすいって思ってくれてるわけですから。江浦優香さん推し。優香の子ですね。あ、アビスパ好きな子だね。嬉しいです。今日脳で視界不良で大分帰れず。え、まだ東京いるの。ポッペ生誕出れるかはまだ分かんない感じ。本当に残念ながら出れないらしいです。悔しい、マジ悲しい、本当に本当に意味わかんない。結構リアルショックを受けた。生誕パート、いや間に合わない、全編出れないです。しかも5時開演だからショック。ペペちゃんが、
鳥のベベちゃんなのに。でもペペ憧れの先輩リナじゃなかった全然いいんだけど、可愛いから全然 OK。 カンプレの2が欲しいのって言ったら、何でもいいですって言ったら、まあそれは何でもいいですって言うやなと思いながら、何がいいかな。とりあえず今日 LINE のスタバギフト送った。コペ絶対これいい子に決まってんじゃん。お手紙出演、え、どうなんだろう。でもなんか同期にもらいたいとか思っちゃうかなとか思ってさ、手紙言ってないんだよ。やっぱこう同期のさ絆でさ、こうなんかお手紙もらうのって結構やっぱ嬉しかったりするじゃん。だから私誰からもらうんだろう今年。思わん、私の今年の生誕誰からもらうって感じじゃない。ねねさんかな。自分じゃ買えないけど欲しいものがいるね。どうしようかな。足がむくみにむくんでて痛い。てかあざがすごい、足のなんか気づいたらあざがどんどん増えてってるんだけど。メディアネームの、そうね、イラストは描こうとは思ってます。イラストはウィンナーウィンウィンウィンナー博多の香りなんだかガンダガガンダガン。美味しかったよねソーセージ。みんな買いました、ちゃんと。鼻がめっちゃ痒い。姉ちゃんゴリゴリサボってない。サボってないよ。でも昨日はちょっとこう持っていけなかったからサボったけど。お家で博多のポルカ食べて、えらい、素晴らしい。当たりました。意外と当たってる人いるね。あれ当たったら何があるの。そう、つつみちゃんがずっと横でこうチリンチリンって当たったら、あ、当たったわって言ってた握手の時、人がいなくて。あれの時なんか当たりましたね、本当だねって。何当たったんだろうね、当たりおめでとうってちっちゃい声言いながら。ケーキをあげたいんですけど、当日に行けないからどうしようかなっていう。マッサージ音、そう、マッサージ音。昨日でもさ、東京のそのホテルに夜行ってさ、配信終わってさ、あのウーバーを見てみたんですよ。ウーバーになんかケーキとかないかなと思って見たら、ワンホールのケーキ売ってるとこがあって、そう、これ今から頼んで部屋に持っていこうかなとか思ったけど、いやさすがに夜中すぎるし迷惑かと思ってやりましためっちゃおもろいね。でもそんなことしたらさ、同期だったらやってたんですけど、さすがに同期じゃないからさ、ちょっとそこまでやるとなんか怖いだろうなと思ってやりました。東京って何でもあるなと思いましたね。まあ、ただめっちゃ時間はかかりそうだったから、その届くのに。すごいよね。今回ケータリング他に何があったの。私ケータリング今回ほとんど食べてない。博多の氷ばっか食べてたから、あんまこうお腹空かなくて。
すごいよ、何でも買えちゃうなんて。なんかさ、あのさ、バルーン、スティックバルーン、マジで女の子レーン、女の子のとこにポンって投げたけど誰か持って帰ってくれたのかな。大丈夫かな、床に未だに落ちてるとかないかな。TikTok、 あ、 TikTok 見てね、今日それだから昨日撮ったやつ。皆さん何の CM 出たいとかありますか。何の CM？CM っていうかあれだ、 CM だけど、あのなんだっけ、あれあれあれ出てこない、楽天地とかその大分の、 あの木島とかのなんか CM 出たいかも。ハウステンボスとかでもあるじゃん、こうなんか楽しそうに遊んでる CM みたいな、あれやりたいかも。あれ出たい、なんかあれよくない、ハンちゃんと一緒に行ってCM 作ってみようかな、キジマの。ウミタマゴ、そうね。でもその辺の施設の CM ってあるのかな。なんかさ、ウェブサイトとかに載ってるやつとかありそうだけどさ、こうやって遊びますよとかの。温泉、そう、温泉とかもいいな。もうだからその大分のなんかそういう PR 系の CM、まあ、テレビでも流れますよみたいな、まあ、全国放送だけだったら一番嬉しいけど、でもまあ、でも普通に大分のそういうなんか地元の施設とかの CM はやりたいなって。あ、ハーモニーランドもいいね。楽天地あるよね、私見たことあるもん。アフリカンサファリいいね。なんかそういうの、そういうのをやっぱやりたいわけよ、一番。めっちゃ良くない？いて。観光大社でもサッシェさんになってるからな、さすがに難しいだろうな、そこから私になるのは。温泉とか入浴しないじゃダメじゃない、え、全然大丈夫、何のエネルギーもないよ。それは嘘、ごめん、パンツぐらいは履かせてほしい。杉の井とかもね、めっちゃいいんだけどな。杉の井とか CM 出れたら超いいじゃん。HKT、 多分 HKT 的にアウトなだけで、私は大丈夫です。ニューヨークシーンぐらい隠れてますから。鹿児島のさ、ユナイクっていうキャラクターがいるんですよ、まあ、鳥みたいにニータンみたいな、そのユナイクのお姉さんがいるんですよ。ユナイクお姉さんっていう、めっちゃ可愛くて、そのお姉さんが結構なんかユナイクお姉さんのファンみたいな方もいるっぽいんですけど、私もなんかニータンお姉さん、リッチーお姉さんとかになりたいな。ヨピにハイタッチしようって言ったら、えー、やだーって言われました。残念でした。ユナイクお姉さん可愛いよね。私もなんかユナイコお姉さんになりたい。ユナイコお姉さんにはなれないけど、観光大使って大分一人なの、どうだっけ。そう、でもサッシーさんがなってるっていうのは知ってるけど、温泉卵、温泉卵の CM 全然いいけど、温泉卵の CM とは、それで博多の代わりみたいな CM できるかな。温泉卵ペッテの温泉卵だよ、またまた卵終わりますよ、とろり美味しい卵だよみたいな。何してるの今ね、足のマッサージ、機械で、こういう機械でゴリゴリして、小さく振り分けたら、小さく振り分けるのね、置いたらどうなんだろう。小さく振り分けたら、でもまだ私現役であれだからな、アイドルとしてやってるから、その市に住んでますみたいになっちゃったら良くないからな、出身地が。
痒い、血行が良くなった、痒い。大分有名企業キヤノン、どう？キヤノン調べたんだよこの前。キヤノンって大分じゃないっけ？私大分だと思ってた。まあ大分銀行、豊和銀行、ジョイフル、あと大分キヤノン、ダイハツ、トキハとかじゃない？有名どころで言うと、あとなんだっけ、なんかすごいのも作ってたんだよね大分で。なんだっけ、あ出てこない。でもなんかすごいね、なんかうちらがよく使うものとかも結構作ってたりしたんだよね大分って。ダイハツって大分だと思ってた私。ハイタチから行きました、ありがとうございます。ジョイフル、そうファミレスの。大分観光大使、やっぱ一人だもんね。あでも、あでも大分市観光大使だな指原さん。大分県じゃないもんね。あれだね、あの大分県大好きアイドルとかで頑張っていくわ。いいね、ジョイフルの CM とか出たいな。美味しく食べれる自信あるよ、美味しいもん、ジョイフル。チキンイタリアンステーキ好きだし、私チキンイタリアンステーキと、あとネギトロ丼好きだし、あと油淋鶏うどんも好きだし、サイコロペッパーステーキも好きだし、ごぼうの唐揚げ美味しいよね、あれ。ごぼうの唐揚げと、あとポテト、学生時代はポテトを絶対頼むのは当たり前で、なんかちょっとずつこう大人になってくるにつれごぼうの唐揚げも頼んでくるんだよ。チキンイタリアンステーキ美味しいよな。チキンイタリアンステーキはね、チキン、あの鶏のもも肉焼いたやつに、あのチーズと、あとあのトマトソースがかかってるので、まあちょっとブラックペッパーかかってるかなぐらいがチキンイタリアンステーキ。子供の時はね、まあ、チキンイタリアンステーキしか食べなかった。あ、で、あれも食べたな。チキンドリアも好きだった。なんかずっとチキンイタリアンステーキばっか食べてたの。いとこが食べて、それ見て私も食べるって食べて美味しくて、ずっとチキンイタリアンステーキ食べてたんだけど、バドミントンの子たちと一緒に、小学生の、6年生とか5年生ぐらいの時に一緒にジョイフル行ってたの。打ち上げで。その時にチキンドリア食べてて、私すぐ人に左右されるから私も食べてみたら美味しくて、そっからチキンドリアになって、でそっからチキンドリアから、次はネギトロ丼に行ったんだよ。ネギトロ丼好きでネギトロ丼になって、でまあそっから割とでも結構大人だったからちょこちょこいろんなもの変えてたけど、まあサイコロペッパーステーキ食べたり、あと雑炊も食べたし、あと油淋鶏うどんめっちゃ好きだったのに一時期なくなって、あれ油淋鶏うどん消えたと思って、
オムライスあるよ、あのデミのオムライス、普通のオムライスないと思う、確かデミの方だった気がする。ツインハンバーグのセットね、ツインハンバーグのセット食べたことないかも。お手製の鶏天、鶏天はね今まで自分で作ったことないな、美味しいの売ってるからな。あとあれも食べたよ、あの割とこう新しめなメニューなんだけど、なんかラーメン、なんかホルモン乗ったラーメンみたいな食べた、普通に美味しかったけど。でもまあ、あとあれ好き、あの冬の時期に出る鍋シリーズのチゲ鍋とか好きかも、とかすき焼きは結構食べた。でジョイフルの大体デザートはコーヒーゼリー、コーヒーゼリー&バニラアイス、あのコーヒーゼリーのバニラアイス乗ってるやつか、普通にあれだね、チョコのパフェだね、チョコレートパフェ、アフォガードじゃないの、アフォガードじゃなくてコーヒーゼリーなの、確かアフォガードじゃなかった気がする。そうね、ガトーショコラ美味しいんだよ、クラシックガトーショコラかな、なんだっけ、ガトーショコラめっちゃ美味しいんだよね。オセロアイス分かる、ちょっと美味しいんだよな、あれ普通に美味しいんだよ。あのね、ジョイフルのチョコレートパフェのいいとこって無駄なものが入ってないの、例えばゼリーとか、なんかたまにさこう入ってるじゃん、なんかなんでこれ入れたみたいなさ、ちょっとさ食感がさあまりにも合わないやつとかあるじゃん、あれが入ってないのジョイフルのチョコレートパフェには。マジでそれがいいの、もう本当にあのコーンスナックじゃなくて、なんていうの、あのコーンのやつ、シミコーンじゃなくて、そのチョコとかコーンのコーンフレーク、コーンフレークとあとチョコソースと生クリームとアイス乗ってて、あの棒一本プスってチョコの刺さってるとか、もうほんとそんだけ、それがいいんだって。コーンフレークはいいんだけど、そのなんかゼリーとかの方が嫌かも。コーンフレークは下の方にいてくれれば別にいいの、しかもアイス乗ってるから溶けるじゃん、だからまあ美味しいんだけど、最後 そのゼリーがいらなくて、パフェにフルーツパフェならいいんだけど、チョコパフェとかにはいらないのよめちゃくちゃ見れた。ほんでさ、たまにめっちゃ嫌なのがさ、私杏仁豆腐とか苦手なんだけど、杏仁豆腐とかさこうたまに入ってるやつがあるじゃん、やめてくれってなるのよ。もうシンプルなチョコレートパフェ、あのたまにさコーヒーゼリーとか入ってる時があるんだって、チョコレートパフェの中に違うのよ。ウェハースいらない、なんならな、上に刺さってるあの1本のやつもいらないぐらいだもん。なるべく食感を変えたくない人なの私って、そんなには。そう、1個の食材につきなんかそんなにいっぱいの食感いらないって思っちゃう人だから。あ、そう、パンナコッタとか入ってるともう一番ダメ、パンナコッタマジでダメ、苦手なんだよ本当に、味がダメなの。寒天とかも嫌だ、だからもう本当にもうジョイフルのチョコレートパフェは超シンプル、もうあれが一番いい。ジョイフルのかき氷でかいよねあれマジでかい。あのパフェの上のポッキーとかマジで本当はいらないのよ。スポンジケーキもいらない。でもね、昔はねチョコレートパフェじゃなくて、あっち食べてた、いちごのチーズケーキの方、いちごのそのパフェの方だとチーズケーキとか入ってるの、バニラアイスとチーズケーキ。でもね、確か途中でヨーグルト入ってんだよね、ヨーグルトいらないんだよ。チゲうどん、多分それね時期じゃない、時期じゃない、冬じゃないかな、チゲ系は。大体そんなイメージある、大体チゲとそのすき焼きが一緒に出るんだよ冬の時期に。カラテケだから花火パチパチ花火いらんな。そう、だから美味しいのよジョイフルって、マジちょうどいいんだよ、一番ちょうどいい、なんか味もまあ普通に美味しいし、値段も高くないし、で別にさこう
まあその長いはしないけど、でも別にこうデザートとかちょこちょこ頼んでポテト頼みながらお話もできるし、ある程度だからさ、ジョイフルってマジでいいんだよね、超いい。なんかサイゼは安、めっちゃ安いし美味しいけど、なんだろう、私あんまサイゼにずっと入れないんだよね。なんだろう、なんかなんとなく雰囲気的にかな、値段が安いからずっと入れるの申し訳ないっていうのもあるんだけど、なんかあんまりサイゼ長いできないんだよ。でもジョイフルは長いできる、あの迷惑にならない程度にはちゃんと。おいたいないから、いやそれはある、正直だから今までサイゼでたむろったことがないからだと思う。ガストはね、なんかごめん、この間言ったらガストさんに申し訳ないんだけど、ガスト別に普通美味しいの、美味しいし味とかが別にダメとか値段がダメとかじゃないんだけど、私の地元にあったガストが駐車場に幽霊が出るっていう噂があって、それでちょっとあんま行ったことがなかった、怖かったから、その噂が。でそんだけだから別にダメとかはないんだけど、ただ勝手にその幽霊 の, あのイメージがあるっていうだけなんだよね。実際はいないと思うんだけど、中学生あるあるだと思うんだけど、こんな変な噂が立つのなんて。セブンの豆腐がどうしようか、ない、だって今ダイエットしてないから食べる必要ないかなと思って食べてない。今のは普通に怖くない、別に怖くない、そこ通らなきゃいいだけの話だし。まあでも別になんともないって感じかな。普通に怖いけど、別にそこの地元のはもうなんともない。あれ美味しいんだ。でもどうなんだろう、なんかそのダイエット中にお菓子を食べたいって思わないように頑張ってしてるから、あれお菓子に入っちゃうんだよね私の中だと。ジョリーパスタ私人生で1回しか行ったことない、何食べたかも覚えてない。でもダイエット、ガチダイエットの時はあれでも食べられないと思う。私豆腐でできてるとはいえガトーショコラじゃんって思っちゃうから食べれないんだよね、ガチでって時はね。そうじゃない時は全然食べると思うけど、デニーズ行ったことないな。毎日食べれるってものあるの？納豆かけご飯。でも納豆なくなっちゃった今日。私今やめたい癖があって、ホテルで調子乗っていろんなもの買っちゃうんだよ。なんだそのホテルに泊まるときに調子に乗ってこうあのコンビニでいっぱい食べないものとかも買っちゃうの。ちょっと待って、一瞬手洗ってくる。あのさっきくしゃみしたやつがさ手になんかついちゃったやつ、ちょっとこれ自分のこれもちょっと嫌いなんだよ、気持ち悪い。ついでにこのパスタも置いてこよう。よいしょ。そう、絶対その遠征というか今回みたいな仕事でホテル泊まるときにも絶対飲まないでしょ、食べないでしょみたいなものいっぱい買っちゃうので、コンビニで会計するとき、こんなに簡単だみたいな。プレミアムロールケーキゲーム買ってた。あれってさ、もしさ全く未開封だったらさ、店員さんっていうかホテルの人食べてくれるかな、さすがに食べられないかな。いやだからさ寝落ちしちゃったからさ、本当にさ
いろんなもの置いてきてしまったの今日特に。そう、プレミアムロールケーキ食べた、あれはあれは食べた、めっちゃ美味しかった。食べないか、絶対食べないのにさ、もうハムハムハムはでも食べたかったか買ったんだけど、ハム買ったんだよ、5枚入りのハムハムとカフェオレと、そう、あとはでもめ、あの休息時間を持って帰ってきた、開けてなかったから。そう、お茶を持って帰ってきたかな。そう、最悪、せっかくハム買ったのに、しかも生ハムじゃなくて今回普通のハムハム食べたくなってハム買った。そう、私あのさ、公演終わってその日に直行したんですよ東京。その日の夜ご飯はあのそばざるそばと、コンビニで買ったざるそばと、あのナスビの入ったあの味噌汁と、あとなんだっけ、あのタコの刺身と、コンビニ売ってる、あ、ちょっとホルモン食べた、それは全部食べた。ハム好きなのよ、そう、ロースハム。集合に遅刻したら自腹で帰って、いや多分ね、あの起こしに行きます部屋まで。あ、58分、早っ。13位よっちゃんありがとうございます。12位すみさんありがとうございます。11位せいちさんありがとうございます。10位三角さんありがとうございます。9位ただの魚さんありがとうございます。8位ゆうさんありがとうございます。7位ちょくさんありがとうございます。6位ジョージローさんありがとうございます。5位しゅんくんありがとうございます。4位てんてこちゃんありがとうございます。3位大城たけさんありがとうございます。2位えいかさんありがとうございます。1位ピンプルさんありがとうございます。待って、忘れ物してきた気がするな、1個私が忘れたのかな。待って、どこにあるんだろう、ちょっと待って、後でちょっと確認しよう、忘れてないかどうか。忘れ物見つけた気がした今。とりあえずおやすみなさい、バイバーイ。